やはりこの日本海側を中心にですね、広範囲で高雪予報になっている要因の一つとして、1日からですね、2日にかけて、日本列島の日本海側からですね、東北との方角へ向かって進んでいく、こちらの爆弾低気圧クラスの低気圧の影響が、 かなり、えー、広範囲にわたります。爆弾低気圧クラスの低気圧の通過。これの影響、えそれと、この寒気の南下。この2つの影響の相乗効果によって、中国地方も日本海側を中心に山陰地方で、幅広いエリアで降雪の予報が発表されるに至っているというのが降雪速報降雪速報の時間がやってまいりました。 2023年2月の1日水曜日朝5時45分12秒現在の降雪に関する最新情報を速報でお伝えします。ご覧いただいているのは気象庁の週間天気予報、本日1日朝5時発表の最新情報の週間天気予報になるんですけれども、肝となるのは本日1日とそれから明日2日の木曜日、特に明日2日の木曜日の天気が非常に厳しい予報になっております。本日1日水曜日、 北海道全域、それか東北地方ですね。日本海側を中心に広い範囲で降雪の予報が発表されているほか、岐阜県の北部、日田地方、こちらでも降雪の予報が発表されておりますが、北陸地方、新潟、石川、福井、富山、こちらの4県では雨の予報となっております。そして明日2日の木曜日、北海道は、 引き続き全域、東北地方から北陸、近畿地方北部、中国地方の山陰地方で降雪の予報が発表されております。早朝にお出しした動画と一緒になるんですが、ここから拡大していきます。新潟県、風雪強い、そして青森県、風雪強いの予報が発表されております。 秋田県に関してはですねこちらも実は風雪強いの予報が発表されていたんですが予報が変わりまして曇り時々雪の予報に変わっておりますこの低気圧がですねこの北海道あたりを通過していくのがま1日2日の未明にはですねこの太平洋側へ抜けていくんですが この後もですね、この低気圧が雪雲を引き連れて、雪雲を引き連れた状態で太平洋側へ抜けていきますので、この影響が残るんですね。えー、つまりこの低気圧が太平洋側へ抜けていった後も、北日本を中心に大荒れ。 えー、大雪、土下雪の恐れが出ているということになっております。これは GFS モードでも同じですね。日本海側から東北との方角,方角へ進んで北海道を通過して太平洋側へ抜けていった後もですね、やはりこの降雪がですね、広範囲にわたって 予報されているというような厳しい予報となっておりますドイツ気象国大茶ウェターディンツの気象モデルをベースしますアイコンモードでも同じです日本海側から爆弾低気圧クラスの急速に発達する低気圧が北海道の函館のあたりを通過して、えー、太平洋側へ抜けていった後もですね、えー、引き連れているこちらの雪雲の影響によって でこの北日本を中心に大の天気が続くといいううような厳しい天気予報が発表され続けております、えー、この,後の天気予報も引き続き見てまいりましょう3日の金曜日北海道から東北地方北陸地方の新潟県ですねこのエリアにおいて降雪の予報が発表されているほか太平洋側を中心に、えー、晴れ間の広がる地域も多くなっております 4日の土曜日、北海道、東北地方、日本海側中心に降雪の予報、北陸地方は雨の予報となっております。5日の日曜日、ほぼ同じですね、日本海側中心に北海道と東北地方、きれいに降雪の予報が発表されているほか、太平洋側では晴れの地域、特に関東地方を中心に、広いエリアで晴れ間が広がる予報となっております。新潟県は雨の予報、 6日の月曜日、北海道、東北、北陸、こちらの地域、日本海側を中,日本海側を中心に、えー、降雪の予報が発表されておりますが、えー、九州地方、えー、西から天気が崩れて、えー、下り坂、雨の予報となっております。沖縄地方ですね。一番先の予報、7日の火曜日、北海道、東北地方まで、えー、日本海側を中心に降雪の予報となっているほか、北陸地方、 新潟、富山、石川、福井、こちらの4県は雨の予報が発表されているほか、全国的に曇りの予報となっております。これが気象庁の最新情報、本日2月1日水曜日の朝5時に更新をされました天気予報となっております。ほとんど変わっていないんですが、 やはりですね日本海側を中心に広いエリアで広範囲にわたって降雪の予報が発表されておりますが太平洋側は晴れ間が多く非常に晴天に恵まれるなど安定した天気が続いているというのが結論になりますそれでは寒気の方はどうでしょうか気温予想ですねこちらは地表ではなく上空1500メートル付近のマイナス -6 度の気温が左の画面になります 本日、追いちのですね、朝9時の予想になるんですけれども、このマイナス6度の寒気は、北海道全域と、それから東北地方の北部ですね、青森と秋田、あ岩手のあたりまで、えー、南下してきておりますが、日本列島全体を包み込むほどまでの広いエリアに南下しているわけではありません。えー、上空5000メートル付近の寒気もそうですね、 えー、マイナス36度。こちらは大雪をもたらす目安となっているんですが、同時刻、1日の朝9時の時点では、北海道全域と、それから青森、えー、それと秋田と岩手の一部ということで、マイナス6度の寒気とほぼ同じ範囲、えー、マイナス30度の気温もですね、北陸地方と、それから福島のあたり、 新潟と福島の辺りまで南下してきておりますが、日本列島全体は包み込んでおりません。で、この上空1500メートル付近のマイナス6度の寒気、平地でも雪をもたらす目安とされているマイナス6度の寒気とマイナス36度、マイナス30度の寒気が、この後どのように変化してくるか、本日の夜9時の予想になります。ほとんど変わりませんが、日本海側を中心にですね、 ちょっと南下してくるんですね。この内陸にはかかっていないんですが、マイナス6度の寒気が日本列島をめがけて少し広い範囲に南下をしてきます。画面右側の上空5000メートル付近の寒気はほとんど変化がありません。さて、明日2日の朝9時の予報、週間寒気予想上空1500メートル付近のマイナス6度の寒気は 関東地方、それから北陸地方、東海地方、近畿地方、中国地方のあたり、まあ、全域ではありませんが、日本列島の東日本のエリアまで、東日本と西日本のエリアまで、かなり広範囲にわたって南下をして、 ポリと覆い隠してくるのはお分かりいただけるでしょうかこれが気象庁の非常に厳しい予報につながっているということになりますね2日の予報になりますが中国地方の山陰地方までですから鳥取県の中西部東部兵庫県の北部京都府の北部にまで、えー、降雪の予報が発表されるに至るこの寒気の南下ということになります えー、つまり、ですね、えー、ウィンディーで先ほどご覧いただきました、こちらの爆弾低気圧クラスの低気圧の通過、これの影響、それとこの寒気の南下、この2つの影響の相乗効果によって、中国地方も日本海側を中心に山陰地方で、幅広いエリアで降雪の予報が発表されるに至っていると。 いうのがお分かりいただけましたでしょうか。ただし、上空5000メートル付近のマイナス36度とマイナス30度の寒気はそれほど変化はありません。えー、2日の夜、マイナス6度の寒気もですね、えー 覆い隠しているエリアはそれほど変化はなく、マイナス36度とマイナス30度のエリアもそれほど変化はないんですけれども、低い気温、上空1500メートル付近のマイナス6度の寒気の南下に伴ってですね、やはり日本列島は広範囲にわたって降雪の予報が発表されているということになっております。 で、2月3日以降はですね、まだ東日本地域まで、えー、この上空の寒気が居座り続け、続けるような予想にはなっているんですが、もう日本列島全体を九州地方まで包み込むほどの冬将軍が南下するというような予想にはなっておりません。えー、ですから2月4日 下のですね、立春以降は徐々に徐々に、えー、暖かくなっていくんじゃないかなと、暖か,暖かくなるに従って、えー、降雪のエリアもですね、まあ、日本海側を中心に北海道と東北地方は気象庁の週間天気予報ではまだ降り続くような予報とはなっています。 ではおりますがまあ、徐々に徐々にですね降雪のエリアも縮小していくんじゃないかなというのが私個人の感想に基づく意見でありますえ、これはですね2月1日水曜日朝5時時点の気象庁の週間天気予報の最新情報に基づく降雪の速報になりますあとウィンディーで地表の気温もちょっと見て参りたいんですがアメリカ海洋大気庁のあの気象モデルをベースする GFS モード この青みがか,かっている部分が0度以下の地表の気温のエリアということになるんですけれども、まあこれから徐々に徐々に暖かくなる方向に動くとは思うんですが、しかしながらこうしてですね、えー、ウィンリーの最新情報で地表の気温の移り変わりを見ていきますと、まだまだ厳しい寒さはですね、今後も続くと、2月4日の立春を超えても続くというのはお分かりいただけますでしょうか。 この青みがかかっている部分は全部0度以下になります。続きまして、ヨーロッパ中期予報センターの気象モデルをベースとします ECMWF モードでもご覧いただくんですが、地表の気温です。今ご覧いただいているのは。この低気圧がですね、北海道から太平洋側へ抜けた後もですね、やはりこの青みがかった0度以下のエリア、かなり日本列島の広範囲にわたって予想されているのがお分かりいただけるでしょうか。 立春を過ぎた5日日曜日もですね、この深夜未明の一時は九州地方まで、えー、氷点下4度のエリアが北海道から広範囲にわたって広がっているのがお分かりいただけるでしょうか。そしてですね、今ご覧いただいているのは地表の気温の移り変わりなんですが、6日から7日頃にかけてはまた南岸低気圧が 通過していく予報になっておりますこちらですねこの南岸低気圧の通過もありますからまだまだ降雪による最新情報からは目が離せないというような厳しい状況が続きます、えー、ドイツ気象局ダイチャウエターディンツの気象モデルをベースしますアイコンモードでも見てまいりましょう青目がか,かっている部分はすべて零度以下地表の気温の予想になります三、えー、日金曜日九州地方でもマイナス一度の予想気温 え、立春を過ぎた5日日曜日の朝5時の予報でもですね、九州地方全域で0度以下、氷点下の部分、九州地方北部、氷点下のエリアもあります。あくまでも予想レベルでのお話なんですが、 引き続きですね、今後の最新情報をこまめにチェックされることをお勧めいたします。ということで、今後もですね、当台風速報チャンネルでは、降雪に関する最新情報を速報でお伝えしてまいります。降雪の動向が不安で心配で夜も眠らない方、またそうでない方も含めてですね、ぜひチャンネル登録をしていただくことによって、降雪に関する最新情報を速報で入手していただくことができます。 これにより自然災害から身を守る防災に最大限にお役立て、フルにご活用いただくことができます。ぜひチャンネル登録の方をしていただいて、あなた自身の身、大切な人の身を災害から守っていただければと思います。この趣旨こそが当台風速報チャンネルのメインテーマであり、コンセプトでもあります。 私からは以上となります。